原田伊宮美は、埼玉県熊谷市生まれの日本の声楽家、バリトン歌手である。二期会会員、日本声楽アカデミー会員、ムジカ政治代表、オペラーレ代表であり、熊谷少年少女合唱団の音楽監督を務める。埼玉純真短期大学客員教授。熊谷市立熊谷西小学校、熊谷市立富士見中学校。 埼玉県立熊谷高等学校を経て、東京芸術大学音楽学部声楽科を卒業し、同大大学院音楽研究科を修了した。声楽を、大沢宗吉、高橋大会、渡辺明、自家氏、海英二郎、J ドーナマン、S ミルンズ、F カステラーナ、R コルテージ、R フランチェスケットに、楽曲分析を、小田島玲子、青島博士に指示した。 文化庁在外研修院としてイタリアに渡った。イタリア、国立パルマ音楽院に在籍し、ジャンニス・キッキジャンニス・キッキ役、椿姫・ジョルジョ・ジェルモン役、リゴレット・リゴレット役といった難易度の高い役柄を務め、音楽院の学位審査に定める30点満点を獲得し、イタリアでも高評価を得て2014年に終了した。アメリカ、ドイツ等で研修を行い、 アイバイ主催によるオペラソリストオーディションに合格し、バージニア芸術祭にソリストとして出演した。文部科学省委託事業、文化庁事業部隊芸術の魅力発見事業等で主演した。イタリアではオリンピコ劇場のほか、作曲家、ベルギィの墓前でのコンサートに出演した。歌劇、リゴレット・リゴレット役で、パルマ・サルソマチオレ新劇場やトスカーナ州などで、 主演したほか、ベルディフェスティバル特別コンサートにもソリストとして出演した。ありがとうございます。